ナーイフ、ビン・マルズーク、ビン・マーニア・アルファ・ハーディーナーイフ、ビン・マルズーク、ビン・マーニア・アルファ・ハーディーは、サウジアラビアの政治家、大使。日本の宮崎国際大学で学士を、オーストラリアのモナシュ大学で、法学修士を取得している。2011年、当時まだ一回の王子であったムハンマド・ビン・サルマーン、皇太子の肝入りで、若年者の社会参画と雇用促進を目的とする。 ミスク財団が設立されたが、アルファハーディは、ミスク財団の取締役会に名を連ねており、財団の顧問も務めていた。2013年には、諮問評議会議員として報職。また、サウジアラビア通貨機構顧問や、様参加の銀行業研究所教職員、リアド競争力センター最高経営責任者などを、歴任した。2019年2月10日、 サルマーン国王の前で、中日大使拝命を宣誓した。同年3月11日、東京の国立劇場で、安倍晋三内閣総理大臣や、秋篠宮文人親王、文人新郎引子が臨席する、東日本大震災8周年追悼式が開催されたが、この追悼式にアルファハーディ大使も参列している。その後、大使は、読売新聞に、 災害を思い出して、教訓とすると題する意見広告を出向して、サウジアラビアも日本国民と同様に、東日本大震災の被災地の様子を知って痛めて、被災者支援に動いた事実を挙げるとともに、意思の強さと忍耐力を持つ日本国民であれば、被災の痕跡を消せるであろうとの信頼と展望を語った上で、被災により、家族を亡くした遺族への哀悼の意を表明した。 同年4月5日、皇居で新任状を法定し、中日大使として、正式に就任。アルファハーディは、平成時代に新任状を法定した最後の中日大使となった。2019年10月21日、即位礼静殿の儀三列のため訪日していたトルキー、ビンムハンマドビンファハドビンアブドゥルアジーズ・アール・サウード、王子が迎賓館赤坂離宮で、 安倍晋三内閣総理大臣と会談を行ったが、この二国間会談にアルファハーディ大使も同席している。翌22日、皇居制伝末の間で、近城天皇の即位礼正伝の儀が取り行われ、トゥルキー王子と共に参列した。2019年11月18日、母校の宮崎国際大学で在学生や卒業生、宮崎の地元住民を前に講演を行った。 ありがとうございます。